ハリセンで頭部を叩かれた瞬間ハリセンは、日本の漫才、コントなどで用いられる、小道具の一つ。昭和期に、お笑いグループチャンバラトリオのメンバー、方英二が考案した。張り倒すためのセンスを略して、ハリ扇と称するとされるが、形状や役割は、小手に一万歳におけるハリ扇に由来している。 古典的な一万歳から喋り、漫才の成立に至る前後、太夫が、扇子の親骨を抜いたもので時折、才造の頭を叩いて、笑いを引き起こすという演出が多く用いられた。観光年不明の速記本、滑稽高級一万歳大会に収録されている、若松家政衛門、章之助の公演速記には、章之助が滑稽な地口を言うたびに、 小衛門が扇で小野助の頭を叩く場面が記録されている。砂川捨て丸、中村春代の中村春代は、センスの骨を抜いた針扇に近い形状のものを手に持ち、砂川捨て丸の頭を叩いて落ちをつけていた。明治期から大正期にかけて、ツッコミがボケの頭を殴り飛ばすことで大きな笑いを生み出すための試行錯誤が様々にされた。 漫才作家、秋村正春の証言によれば、浅田や朝日、吉田菊丸の朝日は、中身をくり抜いた霧の標識で菊丸をどついていたほか、横山円達は、若手時代に二代目菅原や千代丸と組んでいた頃、長さ二軒、直径三寸の巨大な青竹で、千代丸をどついていたという。このほか、一途間、ゴム長靴を突っ込みに用いたコンビがいたとされる。 これらの道具のほとんどは大きな音の割に痛みや怪我をもたらさない工夫がされたものだったが、長靴だけは例外的に激しい痛みを伴うものであったという。大きな音、安全性、これまでの漫才スタイルの維持といった課題の並立を独自の工夫で測ったのが、桂梅さん。 花の家スミレで、スミレの持つ針扇に感触玉を仕込み、梅さんの頭を叩たいた際に大きな音が出るようにした。チャンバラトリオがコントで用いて大阪名物ハリセンチョップと称したことによって、広く知られるに至ったハリセンは厚手の紙製で蛇腹状に折られた一方はガムテープ等で巻いた握りになっており、反対側はセンス状に開かれている。握りの部分を持ち、 センス状の部分でセンスを畳む方向で他人の頭や顔などを叩く。ハリセンの威力の大きさを表現する目的で非常に巨大に作ることもある。良い音が鳴り、なおかつ痛くないものが良いハリセンとされる。チャンバラトリオの弟子でハリセンの製造法を伝承された青野俊幸は髪の折り方を誤ると皮膚が切れて怪我をするとしている。 前述のチャンバラトリオなどによりテレビのお笑い番組で著名になったことから大阪または関西のお笑い文化や行為としてのツッコミを象徴するものとしてグッズやフィクション作品内のモチーフキャラクター名などにしばしば取り入れられるありがとうございます